はい、ともりです。それではパート2やっていきたいと思います。ちょっとね、途中休憩をしまして、ご飯を食べて、で、横になって猫ちゃんにもご飯あげて、といろいろやってたら、なんか3時間ぐらい過ぎてまして、はい。久しぶりです。はい。なので、途中からやっていきたいと思います。ここのロッカー、開けてみていいかな？前なんか負けちゃったんよな。万太郎のパレット。万太郎はバケツなんだ。いっぱいあるなぁ。何？ロノマットって何？ラノマットの正体は万太郎さんだったんですか？ラノマットって何だ？そういえばこのロッカーの光っている扉、パレットの場所を示してるみたいですね。5番って書いてる。5、6、7。5と7が出たね。ちょっと見てみよう。いろんなパレットだっけ？いろんなパレットもらってるけどな。なんか武器ごとのパレットなのか？カラーチップコレクション。ちょっとこれ武器変えた後にさ、例えばじゃあ万太郎に変えてみよっか。万太郎に変えてからさ、カラーチップ、あ、変わってないじゃん。なんかさっき負けちゃったし、せっかくだから違う武器でいこうか。じゃあスプラシューターでいこう。はい。4号のパレットでいこう。あれ、なんか4号なんか勝てちゃいそうで怖いな。強いもんね、4号。ただ結構弾ぶれするな、このスプラシューター。傘は？傘いいじゃん。あ、傘にしようかな。ちょっと今回傘で挑戦してみたいと思います。あっと、ちょっと待ってくれ、みんな。せっかくだからやらなきゃいけないものがあるじゃないか。飯田ちゃん、真珠と交換してよ。飯田ちゃん、俺の真珠とさ。お、ドローンゲ、あ、ドローン結構あるぞ。ほら、ドローン行動スロット、ドローンスプリンクラー、ドローンクイックボム。ちょっといろ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 やろう。ついたハッキングしました。そしたら今度は、全部ドローンにハッキングしましょう。はい。姫ちゃんを最強にする。俺は姫ちゃんを最強にするためにここにいる。結構空いたぞ。ドローン行動スロット。こちらもやってみよう。はい。これなんだ？サポートの数が増えます。セットにでき、カナーチップを使って姫ドローンにセットできるサポートコードの数。ほう。ちゃんとできてるかわからないけど。まあ、これでいいならばいいでしょう。秩序すごいな。真っ白。色がないな、本当に。色のない世界だね。よし、もう一回上がっていこうか。前回のチャレンジで5フロアをクリアしていたので、今回最初に500ネリコインがもらえる。5階で必ず自動販売機が出る。そうなんだ。まあ、1階からなんですけどね。次、10階はクリアしておきたい。15階もクリアしたいね。まあ、最初どうしよっか。これ持ってないんじゃない？時間ドローンゲージ。俺は持ってないのでやるぞ。見たことないやつでやるぞ。これ何回やんの？30回ぐらいか。ああ。30フロアぐらいあるな。よろしくお願いします。プロペラ櫓を運べ。今回クリアしちゃっていいんですかね？櫓はどこにあるのかな？あった。こちら運んでいきましょう。来てるな。ね、どっちの来てるな。傘だけど。はい、オッケー。はい。このまま傘で運びます。関門到達で、今回スペシャルですね。雨降らしですね。危ない。うわー、危ない。こんなとこで俺は死んでられない。はい、関門到達しちゃうよ。はい、2個目しとった。雨降らしでそのまま運べるから。運べる、雨降らし強い。
く雨降らす必要。やばい。やばい、キャラが。このまま。飛んじゃおう。早く来て。早く。早く。やばい。早く。オッケー。傘でこれ大変。1分もかかっちゃったよ。さあ、お次は？お次はなんだね。インクショットダメージ。爆発サイズ？これ知らないな。これやってみようか。ちなみにお昼ご飯はフレンチトーストを自分で作って食べました。なんか、料理あんましないんだけど、フレンチトースト作れるわ。お母さんの見てたからかな。味一緒だったわ。うまい。はい、よろしくお願いします。スペシャルゲージがアップしました。これはエリアを塗るやつかな？どれ？これ全部エリアなの？これエリアなくね？あ、これか。このちっちゃいやつがエリアなのか。エリアちっちゃいね。ちょっと威力がないな。武器の。あ、なんか飛んできてる。雨降らしくれ。エリア取り返さ、それがないと。オーケーオーケー、いい感じじゃん。残り30カウント。スプリンクラーで塗っとくか。あれか、スプリンクラーで守ればいいんだ。あ、来てるね、来てるね。やばいやばい、スプリンクラーが頑張って戦ってくれとる。ナイスナイスナイス。いいね、スプリンクラーくんがすごい頑張ってくれた。仲間が2人いるみたいやね。爆発サイズ増えました。何のサイズなんだろう。これなんだ。爆発によるダメージの範囲や塗りが大きくなるだって。さっき置いてあるフグの風船みたいな、あれにもよるのかな。アーマー確率も上がるって。これやろう。ニコちゃんが泣いとる。まだ簡単なんじゃないの。逃げる敵を倒せ。終わらせちゃうぞ俺、傘で。逃げる敵、あれか、当たれ。うぃー、残り1体。どこ、このアイテムは出ないのか。出ないのか。オッケー。たら雨でも垂らしとこうかな。待て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 、ほらほら、もう動けなくなっちゃってやんの。塗っとけばなんとかなるね。まあ、コマで2匹倒したかったけどな。はい、塗りドローンゲージ。なんかさ、結局全部やるんだったら何でも良くなっちゃう。簡単なやつからやっててもいいね。リフト床のフロアだって。ポータルを壊せ。ポータル？あれか。先にこっちからかな。あ、だいぶ落ちちゃった。前回も落ちて死んじゃったからね。スプリンクラー君も攻撃してもらって、はい。はい。インクが足りない。本当にインクが足りない。傘は本当にインクが足りなくなる。はい、残り1個です。ポータル残り1個どれだ？うわぁ、スプリンクラー君頑張れ。スペシャルゲージアップ。オッケー、雨使いますよ。スプリンクラー。スプリンクラー君いけ。雨とスプリンクラー君いけ。よーし、ちょろいぜ。基本的1分以内だね。次、あ、自販機いっとくか。自販機いっとくか。なんか買う？何売ってるっけな。
釣り、あ、着地に変えれるって。ウルトラ着地に。でも俺、雨結構気に入ってるんですよ。パレット買っちゃう？インクネバネバ。インクネバネバ買ってこう。持ってないよな。持ってないやつを買うのがベスト。はい。いいね。5階だから、ちょっと強いんかね。ドローンスプリンクラー、こちらを手に入れましょう。やっぱドローンを強くする。俺のドローンちょっと強いから、ドローン系いっぱいやれば、姫ちゃんがこれからずっと助けてくれるんで。ボール運ぶタイプか。あ、これ前やんなかったっけ？こんなネタもあるのか。きっと。きっと同じのもあるんだな。やめなさい。やめなさい。はい。いて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 、オッケーオッケーオッケー。やめてー。たまらないでー。オッケー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 。ちょろいな。これでドローンからスプリンクラーをつけるようになった。ドローンメガホンレーザー、こちらもやるか。だんだん難しくなってきてるのかな。で、毎回ボス戦わなきゃいけないんかね、あと。気になるな。はい、ポータルですね。ポータル壊していきましょう。あべ、スプリンクラー消えちゃった。どんどん出てきてるよ。どんどん出てきてる。いかんな。敵の数が多いな。アーマー出てきた、ラッキー。アーマーラッキーですね。なんか、スケルトン同士が戦ってるのは何だろう。プリントを回復しつつ、おっと、ベーゴマ来てるぜ。ベーゴマスケルトーンの。どうするっしょ？オッケー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 。くれくれ。よしよし、トゥ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 。じゃあ最後、雨めくらっときな。おぶれ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 。またさっきみたいになる。あの前みたいにやられちゃう。はい、しっかりあの傘で倒しつつ。ダメだ、ダメージが弱いな。守ってくれスプリンクラー。オッケー、これスプリンクラー君バリアでスプリンクが出ねえ。危ねえ危ねえ。あ、死ぬ。危ねえ、死にかけた。危ねえ危ねえ。アーマーがあってよかった。ちょっと本当にダメージが弱い。これダメージ上げたいな。やばいぞ。うわ、時間ドローンゲージ、もうドローンばっかいっちゃう俺。飯田の傘あんまりですなあんまこういうこと言いたくないけど、やっぱマニューバ使いやすかったね。そう考えると姫ちゃんマニューバね。ポータルを壊せって言われて、奥の方から行きましょうか。もうね、まずここからね、ゴリ押しができないんだよ。リスク打ち込みます。なんか結構いい感じに入ってるわ。はい、はい、ナイス。インク回復しまして、スプリンクラーくんが頑張ってくれてんのか。はいはい、追いやられてるけど、これ雨を使いましょう。やべ、レーザー頼む。ありがとう。レーザーこれ持ってくれ。よーし、いった。ちょっとドローン強くなってない？いい感じじゃないですか。お金も手に入るし、自販機か。ドローンクイックボ、いや、こっち行こっか。自販機はいつでも行けるので、ドローンクイックボム行こう。9階です。逃げる敵を倒せ。オッケー。
まあ、こういうの大体上からです。こっちか。うわ、早っ、あいつら。いや、この向きで倒せる気がしない。いや、スピンから置いとこう。で、上に行って、どこにいる？オッケーオッケーオッケー、見つけた見つけた。いるね。一匹も倒せんね。お、なんか、こっち来たぞ。はい、雨垂らしてた。はい、ナイス。なんか、罠だ。スプリンクラーだ、もしかしたら。スプリンクラーにびっくりして戻ってきたんだ。すげえ、罠張れるぞ。いいね。あ、ボス来た。ボス来た。来た。同じやつかな。同じやつだね。いけるかも。姫ちゃんの右側が姫ちゃんのやつがどんどん強くなってる。よろしくお願いします。ごめん、ダメをね、ちょっと入れとかないと。ちょっとスプリンクラーで周りに大事。やめなさい、ボブを力出すで。やばい、危ない。今回スライドないのきついね。今回スライドないのきついぞ。今のうちイエー、よし、倒した。よし、顔狙おう。なんか破裂してる、なんか破裂してる。レーザーだ、気をつけて。まず周りを振る。はい、160で結構食らうね。結構ダメ入ってる。そろそろ攻撃していくんじゃないの。はいはいはい、ダメージやってますよ。おおおった、いった。あ、やばい、あ、落ちちゃったよ。終わった、あ、終わった、傘終わった。ダメだ、傘避けれない。残念、もう早くも終了や。まだでも挑戦しがいがあるってことですね。ただいま鍵も手に入んなかったので、パレット変えましょう。次ね、スプラシューター、ちょっと右にどんどん流れていこうか。で、真珠はまだ取っとこうか。え、悔しい、普通に。なんか吹っ飛ばされたぞ、イカロールしたら。端っこ危ないんだろうね、きっと。あの丸っこいの危険だったな。すいません、また一からやらせていただきたいと思います。ドローンからやっていきましょう。うまかったな、強かったな。マニエマでやってた時の方が楽に感じた。一応3階建てか、30階だ。じゃあ10フロアずつにボスが出てきて30フロアありますね。もうでもスプラシューター多分結構使いやすいので、もうさっきのとこまで行っちゃおう。うわー、すごい。ウルトラショットか、一応スペシャルはウルトラショット。インクなくなるのがね、早いから管理だけ気をつけないと。 OK、 ナイスうわぁ、この人くらい、この人くらい。なんか爆発食らった。なんだ、何があった、何があった。はい、動かせ。高いな、位置が。位置が高いな。いけ。リフというか意外と大変。ガチエリアが好き
きかも。個人的には。ドローンバッテリー確率。ドローン系をすべてね、評価しましょう。まあ、また10回まで行くのが、たるいよ。たるいよ。うわぁ、いっぱいいる！いっぱいおるよ。もう寝ていきましょうか。寝たらそのうち、動けなくなるんだな。ほら。え、君たちが残り生きてるな。ウルショだね。うわ、終わった。ウルショ強。あ、いいね、ウルショ。ありがとうございました。あ、またなんかいるよ。あ、でも俺ね、インク効率欲しいわ。でもサブだ、これ。サブって書いてあったわ。まあいいでしょう。スプラッシュボム強いし。よろしくお願いします。エリアを守るやつね。オッケー。スペシャルゲージアップ。オッケー、溜まった。エリアをまず抜いて、オッケー、始まるよ。はい、ウルショー。はい、ウルショー。よろしくお願いします。ウルショー強えわ。よろしくお願いします。敵が全然やってこない。といて来た？来たな。飛んできたな。来るな来るな来るな。シューター楽だね。お、やめろやめろ。やべ、エリアがやばい。うらうら、よいしょ。もう取んないでくださいよ、エリアを。繰り返されちゃって。インク効率とダメージがちょっと弱いかもしれない。よし、次ドローンクイックボムだね。もちろんこれだね。ドローンを最強に、姫ちゃんドローンを最強にする計画。難しいって。ポータルを壊せ。でもまあ得意だよな、これ。ダメージ結構高いな、この武器。武器じゃない、ボムの。オッケー、まず一人。オッケーオッケー。やばい、危ねえ危ねえ。倒した倒した。このドローンを。ドローンゲージアップ、オッケー。アーマーもらいまーす。アーマーもらいまーす。俺はこのボムは気をつけないと。ちょっとウルショ食べたいけど。なあ、めっちゃ来るー。やばいな、数が。ウルショでいつか。やばいやばい、このチップのが意外と嫌いなんだ俺。危ね危ね、倒したけども、いや、倒したけども、やばい、数がすごい、全然ポータル倒せない。オーケー、ラスト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 。ボム投げておいた。危ねえ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 、数えぐいぞ。石台ちゃんがもうなんか暴れ狂ってるもんな。ナイス、姫ちゃん。このままこのまま行くんだ。俺たちは爆風で勝つ。オッケーオッケー。 いろいろ大変だったな、このフロアは。このフロアは難かった。自販機いっときますか。ウルショ強いな。スペシャルゲージ、ま、上がるパレットとかないのかな。それがウルショのダメージでかくしたりさ、ウルショ10発打てたりもいいね。
カニちゃんになってる、カニタンクだ。トラップ、トラップも捨てがたい。インクショットダメージだ。これ変えましょう。待って、カニちゃんも捨てがたいな。なんか3日。副所強いし。はい。カニちゃん強いと思うんだよな、今。諦めちゃったけど。よし。次は？いっぱいあるね。音波ダメージってこれあれか。150だ。100% から150だ。1.5 倍になるね、ダメージが。強いぞ。行きましょう。はい。逃げる敵系ね。わかった。3匹。うおー、早っ。早い。早っ、オッケー、1匹。1匹倒した。うおー、石大ちゃん。やばい、石大ちゃんにいられる。危ねえ。危ねえ。危ねえ、今死にかけた。これ、スペシャルでいいんじゃないかな。いるいるいる。勝手に動き回っとるよ。倒した？倒してないや。ウルシュでも倒せない。いた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 。待ち伏せしといて。オッケーオッケーオッケー。ボムを投げとけばこっち来るから。最後の子はどこですか？オッケー。倒した。オッケー。ボムを違うとこに投げとけばね、やってくる。で、石田ちゃんのダメージが一発、もうね、崩してくんだよ、俺のアーマーを。大変だ。よし、このままもう一回同じの行こう。魚行こう。だんだん難しく感じてきたと思うけど。はい、逃げるって言ってよ、倒して。こっち向かってくるんですね。オッケーオッケーオッケー。ボム投げとけばね。くれオッケーオッケー。あと1体。ショートオッケーいいね。ウルショ早いわ。15秒で終わった。また逃げる系な、メインの連射速度だって。これいこう。逃げる系はもうウルショで倒せるし、カモかもしれん。カモカモ。魚がカモカモ。ポータルをこう、あ、ポータル、え？ポータルか。ま、一個はさ、あー、当たんなかった。やべ、やりました。一個これで壊したかったね。ま、でもなんとかなりました。お！あっけーん。体で当てまーす。危ない。危ない。よし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 。いけ。ここまで行こう。ここまで。おお、危ない、ここ。待って、やばい、待って、終わる。危ねえ。わー、嘘だ。また負けた。やらかした、2回目も。やらかしまくりや。最初のね、マニューバが一番良かったですね。ごめーん。ごめん、みんな。ごめん。ダメだ。全然、うまくいかない。ちょっとドローン。よくしよっか。ドローントルネード。なんかずっとドローン強化してるのがいけないのかな。いや、そんなことない。ドローンは強くするべき。俺はバケツでいく。あー、パレットがどんどん変わっていく。
何このバケツ、必須みたい。変なの。ごめんなさい、1階からリベンジしていきたいと思います。再びリベンジ、再び釣り鉢の風呂はこれだね。ごめんなさい、コマが強かったです。コマがこんなに難しかったんだ。うわーお、今からまた30回上がらなきゃいけないのか。メインメモを使わないで逃げるって感じ。わかりました、使っちゃったけど。メインメモを使わないってさ、これ使っちゃダメ。なんか書いてあったよね、メインメモを使わないって。撃っちゃったけど俺今。変わんないか。これなんだった、ボーナス見てなかったな。タブだけでもよかったのか。はい、うわ当たんね、むずい、あれむずいな、倒すのむずいな。当たらんぞ、一発当たった。オッケー、名簿を使ったけど、よく見とけばよかったな、焦りすぎちゃった。オッケー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 。猫がまた喧嘩しとる。メインショット塗りが上がります。はい、なんか猫が今日ね、猫の日な思ったけど、2月22日、この動画出るときは2月23日なんですけど、撮影日は2月に猫の日です。あーなるほどね、毎回このこれねはい、さあどこにどうなるかな。はいはい、爆発爆発、はいトルネードの制圧力やばいな、トルネ好き。次行きましょう。インク効率メイン、これ欲しいね。インク効率が上がることはとてもいいこと。また3回からか、悔しい。ボールを運べ、ボール運ぶぞ。下に下ろせばいいかな。こっちは右で、こっちは左です。逆か、まあいいや。はい、ナイス。あ、石大ちゃん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 何やってんの。行ったか、行ったな、これ。 OK インク効率メインやった。あ、メインショットダメージ遠くって書いてある、これも欲しいな。遠くからの攻撃ダメージ上がる、これ欲しいですね。強化ちゃんとしよう。ポータルを壊せ、すごいダメージ上がってるかも、やばーい、鮭の数がやばい。やめろ、来るな。うおー、脱出、まず1個、そしてそして、あー、なんか俺が思った方向に飛ばなかった。はい、これでどうだ、そんなダメージ入ってないか。やば、やばすぎ、いけいけいけ、ダメージ入れ、よっしゃーい、よし、押し寄せる空き地のフロアって書いて、更新、ああ時間が早かったってことか。
あ、ドローン系ありますね。自販機行かなくてもいいか。スプリンクラー欲しいな。猫泣いとる。猫泣いとる。噛み合ってるお互い。じゃあ。ポータル壊すやつか。うわ、近すぎたかも、いきなり。一斉みたいだな、ほんとに。はい、上に上がってからの攻撃。オフェイン。あと2個だね。ピンク回復して。オッケー。失礼します。やべえ、生まれる、また生まれる。オッケー、あと1個。オッケー、これでも食らえ。トルネード、お、トルネード強い。トルネード強いね。ポータル壊すの結構早いかも。ウルトラショットよりいいかもね。ポータルコアス系をやるって手もあるね。なんか得意なルールをやるっていう手もある。ヤグラは嫌だもんな。で、これ運ぶやつだもんな。で、ドローンのやついこっか。これお魚さん追いかけるやつなんで。行きましょう。あ、さっき死んだとこ見えてきた。お魚さん倒すよ。ムーブカラーチップフィーバーって書いてある。ボーナスで。はい、敵倒した。なんか、イカソットわかんないけどめっちゃ速くなった。ああ、遅い。敵倒した。危ない。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない、これ危ない。OK、倒した。ムーブカラーチップフィーバーだって。イカ速めっちゃついたんじゃない？これ、ボーナスで。どうなん？そんなことない。そんなことない。メインウェポンが攻撃対象を追尾します。ちょっと見てみたいからやってみよう。ホーミングしてくれるわ。自動追尾だ。狙わなくても当たるんじゃない？まあ、いわゆるチートですね。チート、チーターになるのか、これで。これね、魚に取られてるのきついな、トータル。うわぁ。オッケー、倒した。エリアを取らなきゃいけないんですね。エリアを、取ったよ。これ隠れ敵を倒せばええ。まだ全然でも来ない。どれ、魚来るな、来るな、来るな。ああ強い、あ強い、この坂からの攻撃。ツビツビ、カウントストップさせない。ボム置いといて。来るな、来るな、来るな、来るな。よーし、勝った。これ意外と楽だ。エリア、エリア楽しいな。あ、イカロールアタックじゃん。でも自販機行きたいな。1500持ってるかな。カニちゃんにしてもいいよね、スペシャルを。もしもあったら。カニちゃんにしてもいい。ないか。スプラッシュボム、まあ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 。ラッキーコンボってやつ買っとこうか。2個買えそうなんで買っときましょう。オッケー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 。ラッキーコンボ、ラッキーだね。で、次は、撃破、敵を倒すとインクが回復。これめっちゃいいじゃん。
魚多いやつだね、しかも。9番ボム投げてびっくりさせてこっち呼ぶってでもあるよ。いけ、はい、あー届かない、届かないよ。上から行きますか。こっち行くんだ。あとやりそう、奥やってきやる。あと一匹だぜ。よし倒せる、よし倒せる、オッケー。さあボスにやってまいりました。2回ほどもう負けとるんですけども、やってきました、ボスです。しかも鍵を持ってるので、ここはゼガヒでもクリアしておきたい。ごめん、リベンジになるわ。よろしくお願いします。ここに来たのは今日は2回目か。え、あれあれあれ、誰、異界のカノン、何それ、俺の知ってるボスじゃないねえ、俺の知ってるボスじゃないけどいいかな。穴取ろうか。穴これ全部一気に取れる。あ、どこ行った、どうしよう。高台を使えば勝てる。うん、穴2個つくのかな、これ20、あ、3個つくのか。まあ、いっか、もったいないかな。これ倒したやばい、敵のスケルトンだっけ。あとなんかこれ倒した倒した倒した。これもアーマーついてんのかな、まだ。ラスト4体スーパーチャージかね、ブラスターや、ブラスターや、どこだ、ローラーや、いた、ローラー、こういう感じね。オッケーオッケー、3人目、あ、違う、2人目、ここいない、オッケー、あと1体、どこじゃ、どこか、くらえ、くらえ、オッケー。なんかこのボスの方が楽だったな。やった、鍵ゲット。今まで本当になんか変なコロコロボールで負けてた。対人戦の方が得意だからうなちゃんは。人でもないか、でも CPU か一応。ハチさん、この先にはさらに多くのスケルトンがいるようです。気をつけてくださいね。まあ、一応13階まで行ったんだよ、多分。最高フロアは13だったよ、さっきの。ホーミングつけたい、ホーミングつけたいなぁ。ホーミングしたい。チーターになりたい。まるでチーター。自動販売機にあえて行かない人。みんな行った方がいいぞ、多分。一回住むからね。これはこの櫓を住むだけだ。可能性だけだ。で、安全にしっかり倒してやる。うわ、ここすごいな。水回復だけしといて。はい。うわー、大変だこれ。反問だって。なんかトイレのタイルみたいな。壁のもの。いた？いた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 。行ったぞ。ラストだ。オッケー。オッケーオッケー。トルネ強いよ、トルネ強い。はい。最終カンボン、最終カンボンいけなくなるけど、はい、OK、 これでホーミング手に入れたぞ。
いいね。ちょっとお水飲もう。お水飲みながらやろう。どうしようかな。移動したらスペシャル。爆発ダメージ。これでいいんじゃない？結構いい感じにパレット装備できてるぞ。ドローン系が少ないね。姫ちゃんドローンが少ない、ね。今のところ。てか、バケツ強いな。あー、ボール運ぶタイプだ。しかもこれだるいやつだ。これめんどくさいぞ、みんな。いった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 、ボール上いった、はい、危ねえ。待って、ベーコンのさっき、これ負けたんだっけさっき。こういうの負けたんよさっき。ベーコンもしっかり倒しとかないといかんので。よし、いけ、登れ、よく登れ、登れ、いけ、今有効わかんないけど倒せ。よし、ボールな、どうなってんだ今ボール、ボールどうなってる。一個ずつ入れよう、一個ずつ入れよう。入ったなこれ。あぶねえ、なんかもう一個ボール、あ、これか、やばいね、いるね。おお、あ、でも2個目入れられた、2個目入れられた。 OK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 、 ホーミングホーミング、あぶねえ、最後の1個ここだね。あぶねえ、あぶねえ、上だ、上に運べばいいんだ。やばい、前から来た敵が。 OK、ナイス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 、よし、苦手なやつクリア。あのベーゴマ嫌い、本当に嫌い嫌い。おお、スペシャル缶詰とか、ドローメガホンレーザーもある。ドローメガホンレーザー行こう。着々と進んでおります。さあ13階、なんか前々回の最高フロアだった気がするな。前々回かな。うわ、またボール運ぶやつか。うわー、こういうなんかガムのおもちゃあった、駄菓子屋さん、ガムをこう転がして入れるみたいな。これボールが攻撃してくれるっていうね。で、あんまり行き過ぎないようにしないと。そう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 、そうです、そうです、そうです、あんまり行き過ぎないように。これもポイントですよ、下まで行けるぜ、行けるぜ、それ行けるぜ、 OK。 うわ、石台が、石台めっちゃ攻撃してくるやん。石台やめろ、石台やめろ、石台くんな。オッケー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 、ナイスです。これ一応簡単らしいよ、俺的には難しかった。トラブルがついてる、突撃吹き飛ばし、何トラブルついてんの。冷めないでローラーや筆の塗り進みなど突撃する攻撃で敵をぶっ飛ばす。でも持ってないかな、突撃系。ラッキーコンボ時間でいいや。俺ラッキーコンボ確率みたいなの上げてるから、ラッキーコンボ系今回ありかもしれない。行こう。すごいな、秩序の世界。逃げる敵を倒せ、だって。さあ、あの、これね、ね、うわ、危ねえ。待って、死ぬ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 、多分なんか移動速度上がってるかも、心なしか。危ねえ。
と塗っとけばなんとかなる。浮き込むにやられそうだった。まず一匹逃げた足跡があるぞ。魚の足跡、これは魚跡っていうのか。魚跡がある。魚跡があと一体。オッケー、ちょっと危なかったね。ちょっと危なかった。よし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 。で、移動スペシャル、イカロールあった。あれ、これずっとあるのか。あ、でもさっきもさ、さっき突撃アタックみたいなやつだったな。もうでもまだいらないな。移動スペシャルでいくか。だんだんトラブルがついてるのやだな。15回、半分くらい来ましたかね。次なんだ？エリアを守れ。エリアを守る。何にもない。エリア守るのはいいんだけど。エリア守るのはいいんだけど。そう、なんか、伸縮してくるわ、こいつら。伸縮してくる。なや俺なのよ、大事なエリアを。ふふふふ。わ、なんかチャージャーみたいなのいる。わ、怖っ、この袋チャージャー。エリア取られるな、エリアを取られるな。よし、15回クリア。よしよしよし、半ビタ半ビタ。よし、タラタンタンタンタラ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 タン。なんかエレクトリカルパレードの音がした。これで塔の半分を突破できたみたいだな。やれやれ、全く厄介な塔だね。ハチ、疲れてねえか？次のフロア行く前にちょっと休んどけよ。いいの、休んでて。イカちゃん悪くないよ。でも私が心のどこかで何も変わらない静かな世界を望んでしまっていたのは本当なんです。そう、負けたもんな、ファイナルフェス。だから、な、ゲームで作り上げたんだよな、イカちゃんがな。な。きっと、オーダーはそんな私の心の弱さにつけ込んだ。変わるのが怖いなんて別に普通の感情だろ？僕だってそんなことを、そんな風に思うことはあるしね。こいつは一体なんだ、水田は。水田何者なんだ？私にはそういうのよくわかんないけどさ、飯田が間違ったことしないってのは確かだし、誰にも謝る必要なんかねえんだ。だから景気悪そうな顔すんなって。私とハチでオーダーを止めてるから任せとけ。やっぱいい先輩だ。先輩、姫ちゃんはいい先輩。いえ、お二人だけには任せません。私も精一杯力を尽くします。うわー、なんか感動するね。自販機、自販機行こう。自販機にトラブルとかあんのかな。缶チューハイが出ないとか。あ、缶チューハイ売ってねえや。あんのかな、トラブル。頼んだお茶が出ないとかさ。あ、炭酸ボム、炭酸ボムにします。もう考えることもなく決めました。人状態の移動いいね。あ、でも俺シューターじゃないから意味なかった。くそ、ミスった。ミスったけどまあいいや。カラーチップ結構集まったんじゃないか。ほら、結構集まった。ドローンの方はね、もうね、3個だけだね。ドローンは。あと、アーマーのこれも、黄色ってなんだっけ？ラッキーも3つ。ラッキー系。はい。うわ、トラブルずっとある。イカロールアタック。ずっとある。爆発サイズ欲しいな、これ。今炭酸ボムつけてるので欲しいですね。行きましょう。あ、鍵も手に入れられそう。よしよし、いい感じいい感じ。ボール運ぶ系ね。降りるとこミスった。ボール運ぼう。
較的簡単じゃない？OK。比較的簡単。まず1個。残り1つだね。どこだ？ボールがないぞ。ボールがない。ボールがないぞ。あった。まず、こっちがしとく。上からさ、敵が来るのだけ。左。おい、石台！石台やめろ！OK。よし。炭酸ボム使い道ね、今んとこ。でもやっぱ、選択機系統は、俺得意だ。ドローンメガホンレーザーにトラブルがついている。インクボトル確率ってさ、これやったことあるのかな？ないね。ってことはインクボトル確率ある。黄色とドローンをまずね、クリアしておきたい。すべて。ラッキーパレットを全部埋めたい。18回まで来たよ。今日初？ポータルを壊せ。行こう、パスを。敵出てくるぞ。ちっちゃいやつだ。うわびっくりした、危ねえ。オッケー、倒した。これはもう、スペシャル。OK。残り1個。やめろ。OK。インクタンクばっか。インクタンクめっちゃある。ああ、チャージャー。おお、強い。はい、最強。炭酸打てたらよかった。これいいな、この炭酸で戦うの。ただ、チャージャーみたいなやつが、強いね。あれ絶対当ててくるから。あいつ強いね。ドローントルネード、ドローンゲージ。このドローンゲージっての俺持ってなかった気がするな。お、真珠ゲット。あ、持ってる。時間ドローンゲージ、これかな。あ、持っとるね。ドローン取るねでも多分持っとる。じゃあ爆発ダメージ上げようか。これは炭酸ボム強化につながるの。トラブルをさ、全然やってないんだけど。後回しにしちゃってるけど大丈夫かな。サドウェポンを使わないって書いてある。炭酸使いたかったのに。わかったよ。使わないで置くよ。ボール使って戦うか。スペシャルはいいんだよ、どっちかって。石台倒して、あそこにあるのか。サブは使わなくてもいける。やめろって、やめろって。石台、石台やめなさい。そう、これ守ろう。オッケー。高いとこから転がせばこんな余裕なんじゃないか、残りは。はい。いけー。あとは右に打つだけで。いた。ゴルフみたい、いた。みんなちゃん、来るな。はい、オッケー。ボーナスくれるか。サブを使わなかったぞ。あ、ボーナスもらえた。これやっといたらいいね。おー、ボス来た。20回来たぞ。20回来たよ。今回のボス何かな。さっきはなんかタコゾネス部隊みたいなのいたから。なんだろうな。連番のフロアって書いてあったから。あれ？知らない。なにこれ？ドリルみたいなのある。初見だ。対戦ロンド。なんこれ？とりあえず上行ってみるか。
こいつか攻撃するときあるね。こいつか回転させればいいか。お、一つ壊した。ね、このなんか光みたいな当たっちゃいけない気がするんだけど。ね、そうだよね。止めるとこれ。強い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 。止めるの強い。めっちゃ攻撃してくる。敵めっちゃ来てるよ。離れながら攻撃する。やばいやばいやばい。どうにかなった、どうにかなった。で、何これ攻撃すればいいの？いけそうだね。トルメクラはしとくか。あ、これに最強。敵来るぞ。来たぞ。やばい、いっぱい来る。いっぱい来てる、いっぱい飛んできてる。オッケー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 。アーマーついた、アーマーついた。これもうまたトルネードいいんじゃないか。わー強い、トルネ強い、トルネ強い。勝ったよ。トルネめっちゃ強いね、回線ロンドに対して。みんなトルネード強いぞまさかこんな強いとは思わなかっただろう。みんなも縦にダメージが入るおかげでなんか一気に持っていけた。ロッカーの鍵2個目ですね。ネリバースを色のない秩序の世界にするために邪魔はさせないということですね。誰も自分の意志を持たない世界がここへ来る前にいた場所がまさにそんな感じだった。なるほど。生まれてない時代。生まれてない時は真っ白だからね。水田、もしかしてあなたは深海メトロ、深海メトロの話だった。あ、ハチがいたとこ、そう！スプラ2のオクトエキスパンションです。僕は深海メトロで何者かに意志を奪われ、DJ として音楽をかける作業をさせられていたんだ。ああ、あの音楽を流してたの水田だったの？と言っても、あそこでの記憶はほとんどないんだけど、そういえば誰かの声を聞いたような。先輩の声じゃない？違うかな？まあとにかくあんな世界は二度とごめんだよ。あなたがそんな目に遭っていたなんて。実はネリバースは深海メトロで消毒され、操られてしまったオクタリアンの心を修復されるために開発したんだって。へぇー。確かにタコめちゃくちゃ操られてたのか、あれは。タコゾネスいっぱいいた気がする。そっか、イーダちゃんがタコのために、自分と同じ種族のタコのために作ったゲームが、今ちょっと悪用されてるんだけど、もともとは、消毒されてしまった、そのオクタリアンの、心の医者みたいな。そのような機械を作りたかった。水田が自分の医者を取り戻せたのは、その修復機能がうまく働いたかもしれない。水田も囚われていたんだね。他の人より先に修復されていたのか。飯田ちゃんのおかげだったんだ。へぇー。タコを助けるための旅してるんだ、今じゃ。見て、ラッキーボム確率。これまだ見たことないんじゃない？あ、あった。あったわ。メインショットサイズ、これなんだろう。これないな、持ってない。でもトラブルついてるから、ここでちょっとやっとこうか、トラブル。トラブルをクリアしときます。行きましょう。自販機もあったけど。なんだ、ボールを運ぶ系か。暗い最悪。これボール？いや最悪だ、暗いな。ボール運ぶだけだからなんとかなるんだろうけどさ。おろですよ、オッケー。まだ何にもハマってないよ。敵がどこにどうなってるのかもわからんで、ここに何かがあんのはわかる。次第が攻撃してるな。何これ、1個終わった。これできるね。とりあえずアーマーを手に入れる。はい、どうするかな。で、どうしよう。弾がこれ弾か。
これ弾か、これも飛ぶか、はいはいはい、オッケー、弾運べた、残り1個、ナイス、あ、終わってる終わってる、勝手に終わったあと1個だと思ったのに、弾が勝手に動いたのかな、自分の力で自分の力で、ボーナスついてる、ドローンバッテリー確率、これも持ってない、ドローンバッテリー確率これ持ってないんじゃない、ほら あったわ、え、ボーナスだからな、運転回復速度は持ってないんじゃね、運転回復速度いこう、てか意外と進んだね。もうなんか23回や。22回や。終わらせちゃうわ、みんなこれ俺。なんか2回死にゃったけど。ありがとうございました。ごめん。ポータル、ポータルだ。なんか石台の上に乗ってるな。やべ、落ちちゃった、やべ、やらかした、やべ、落ちちゃった、また落ちちゃった、やばい、やばい、ごめんみんな、ごめん調子乗ったごめん、もう余裕とか言ってごめん嘘ー、またやった、うわー、うわー、またやった、真珠は手に入れたけど、え、もう終わりそうだったのに、何にも話進まなかったな20回まで行けたのかでもよかったか、まあ、せっかくだしここの鍵開けときましょう、おお、トライストリンガー、フーガのトライストリンガー、もう一個は、イーナの開発日記だ、え、開発日記だって、え、開発日記見る、話進んだわ。これだね。ワールドツアーの準備が進んでいます。予想通り忙しい日々です。いつもマイペースな先輩ですが、音楽となると本気モード。私も本気なので、時々意見がぶつかって喧嘩になっちゃいます。悲しいですけど、いい曲を作るため妥協するわけにはいきません。そうそう、先輩がワールドツアーに8号さんを連れて行くって約束、連絡していました。8号さんも乗り気だそうです。きっと猫の手も借りたい忙しさになるのですっごく助かります、八号さんなら信頼できますし、私も気合を入れて曲作りするぞ、おう、プロジェクトネリーバース（仮の続報）、あ、このゲームの話ですね、仮想世界ネリーバースのプロトタイプが完成しました、と言ってもまんまハイカラースケアのコピーなんですけどね、記憶の一時保管場所にする予定、そして本題、ネルシャシステムからの情報収集。こっちは苦戦しています。ムーン。だって。ムーン。つまりどういうことだ?これを要約すると、まあ、プロジェクトが、2年後しか。2年以上かな ?4 年以上前って書いてあるから。まあ、2年ちょいぐらいで、そうだね。完成したと。ついに完成したという日記でした。はい。日記集めることができました。記録で言うと、15、あ、出てる全部。なんかもう最悪や。最悪や。これ全部クリアできてないんだけどさ。鍵があるんだよ、確かね。そうだよね。スケルトンも全部見てるわけじゃないのか。あと一匹いるな、なんか。でもほぼ見ましたね。イーダ・イジダンとも見たし。ゴロゴロマルチャーレも見たし、異界のカノンも見た。これもっと増えていくのかな?うわぁ、気になる。気になるところだけど、残りは次回ですかね。いや、待って。最後に、ちょっとドローン、強化しとこう。ドローンは、まず最初に、胃の一番に強化する。撃破ドローン系。もうね、ヒデちゃんは最強にする。何が起ころうとも。はい。
はいはいはい、オッケー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 。残りはまた次回やりたいと思います。ということで、真っ白な世界秩序からでした。パート3へ続く。